はい、皆さん。お晩です。お晩です。あ、でもお晩じゃない時もいい、うん。おはようございます。はい。ちょっと前の YouTuber みたいですね。おはようございますから。おやすみまで。顔ですね。はい。はい。TBC ラジオ、お笑いチャンスショーバラエティー、ガンマップ魂の YouTube 版です。はい。これは2018年9月15日放送です。うん、はい。はい。見れけろな。そんなこと言わない。時刻は深夜3時を回りました。宮城から元気を発信、お笑い地産地消バラエティー、頑張って魂のお時間です。塾長のワキワキワッキー、ワッキー貝山です。裏番長の佐藤君高です。はい、マネージャーのゆきりなです。はい。まあ、9月は3連休になる方も多いということでね。はい、まずは一発目の3連休で。今度の月曜日何で休みか知ってます？なんで休み？うん。月曜日。うん。祝日ですよね。はいはいはい。やっぱみんなもう結構疲れてきたんで。まあ、なるほど。休むかみたいな。いやいやいや、まあ、何年日本人やってるの。そんな休みあるか。安倍さんが、ええ、休むか。おニュースペーパー休みますか。ニュースペーパーじゃない。敬老の日。ああ、敬老の日。でも17日だからさ、はい、我々は昭和人としてはさ、いや、やっぱピンとこないですよ。9月15でしょ。いや、そうです。体育の日は10月10日だし、もう10日ですね。はい、いや10日じゃない、はい、今そういうシステムになって変わったんですよ、ね、変わって十何年経ってんですよ。もうそんな経ちましたか、あれから。もうそんな経ちましたよね、はい、変わったの覚えてなくて。もう全然前進みましょうね。まあ一応敬老の日も挟んで3連休って方も多い、はい、その初日でございましたね、はい、どうでしたかね皆さん、うん、今日はね、まあ、秋の行楽シーズンでございますから、はい、もしかすると移動中に今これ聞いてるかもしれませんし、ね、8年以上やってる番組ですが初めて聞くって方多いじゃないですか。そうですね、ね、ぜひね、好きになってください、はい、よろしくお願いします、ね。まあ、僕から言う話じゃなくてチャンリから言ってもらえばよかったです ね、 そうですね。今日はなかなかちょっとこう施して顔ちょっと今日持ってきました。美人は美人だな。今日持ってきました。セブンチェンジというアイドルでね、はい、センター張ってるだけあって、ね、センター、本当全員センターです。そうですか。俺の時センターだったんです。たまたまだったんですかね。はい、よろしくお願いいたしますね。はい、あれ名前言いましたっけ。言いましたね。言いましたよ、はい、そしたらメッセージしょうがないですね。言いましたっけ。もうダメです。はい、おんちゃんダメです。はい、はい、神奈川県の AA の八木山魂さんから聞いています。はい、はい、今日9月15日ですね、うん、仙台に帰省して拝聴しております。ああ、そうです。はい、今回はお題が4つということで、いつもより倍のお題を考案しなくてはならない。これ今日言ってもしょうがないんですけど ね、はい、今日は2つですから。うん、一応募集お題が4つだった。はい、そうなんですよ。ゴールデンウィークあたりにお題が4つという前例はありましたが、9月のこの時期に4つのお題が出るということは、うん、おそらく MC さんの遅い夏休みの関係もあるのではないでしょうか。はい、4つのお題を考えるのは確かにやりがいはありますが、うん、まさに究極の大喜利バトルのような気はします、はい、ね、何回も言ってますけど、はい、今日は2つです、はい、一応締め切りで4つ出ましたよって言うんですけど、はい、ガンガン行くからガンガン行きますね。ガンガンマネージャーが行くから今日4台やるのかと思っちゃう。2台です、今日は2台なので、あの、まあこの辺に関しては別に夏休み取るわけでもないんですけどね。まあいろいろとあの祝日があって早めにちょっと納品しなきゃいけないっていう ね、はい、うね、大人の事情もございますからね。それぐいぐい行くもんだから、ここまで言っちゃいますよ。本当に、はいはい、それについて言っているゲララーさんのパワーは波ではないですね、はい、ところで10月以降の番組開演もそろそろかと思いますが、ガンタマの初動も気になりますねって来てます。来週発表します、ね、ちょっと時間かけてね。あら、はい、発表します。時間かけちゃう。よろしくお願いします。塾長のニヤニヤ顔、ニヤニヤ顔、これずっと僕ニヤニヤ顔ですけど、ね。はい、そして番組川柳も、はい、はい、タガ上司野菜大好きさんから、ありがとうございます。毎週いただいてるんですよ。はい、はい、ワッキーへ野菜大好きネタ読んで。コンプレートできますね。でもこのなんかね、川柳は募集してないって毎回言ってるんですけど、はい、多分3年ぐらいやってると思うんですよ。本当にすごい。こんだけドストレート初めてですね。そうですね。最近採用率が低くなってるのがちょっと自分で感じてるんですかね。永遠の八木山魂さんもね、全然読まれなかったっていうのもありましたけど、永遠の八木山魂さん若干ペースとあってね、それに対してやってるからね、いろいろ変えてもらったりですね、いっぱい出すよね。言っちゃいましょう。僕だけじゃないんで選ぶのはね、はい、みんな頑張ってください。それが頑張って魂でございます。さて今週もですかね、はい、ゲストさん登場ということで、ね、すいませんね、4分以上喋らせないでね。とんでもないです。はい、じゃあ改めてよろしくお願いいたします。お名前の方。はい、気仙沼サンマフェスティバルから来ましたボランティア担当しておりますゆきと申します。はい、よろしくお願いします。はい、ゆきさん
昨年も登場していただきましたね。はい、お久しぶりです。昨年はサンマが結構取れなくて、ね、大変だなんて話もしていましたけど、なかなか苦しい状態で冷凍も危ぶまれたところでしたが、ね、はい、無事に気仙沼で水揚げされたサンマ4000匹を焼き上げ提供することができました、うん、去年ね、去年の話です。はい、去年です。今年はなんか放流で始まったんですけど、なんかいろいろ雲行き怪しいみたいですね。はい、ご察しの通りでして、なかなかあの群れが散ったり、今回の地震だったりとかで、なかなか苦しい気がします。ね、もう本当関西でも北海道でも大変な思いしてますけど、でも頑張れるところではね、やっぱ消費して日本経済回していかないと、はい、ね、あのお金も募金もそちらの方に行かないと思うんでね。はい、そうですか。まあ、とにかく集める、ね。そうですね。10月6日。7日ですから、まあ、若干今日15日、まあ、日付変わって16日なんでね、はい、若干時間はありますけど、なんかいい方向に向かってもらってね、そうですね、よりサンマが上がるといいですけどね、はい、まあ、詳しい話なんかライブなんかもありますからね、うん、その辺あたりは番組中盤あたりで、ね、はい、よろしくお願いします。こちらこそ。もうゆきさんはね、あれですよ、いきなりライブも常連さんでございますから、はい、もうこういうお笑い番組はお手のもんですよ。ね、ガハハと笑って時にはこうね、どうなのってもういつもアンケート書いてるような感じでね、わかりました。もうサンマ的感覚としてはって入ってもらえるあのサンマさんじゃないですよ、魚類の方ね、はい、そんな感じでね、よろしくお願いしますね。はい、お願いします。さあ、この番組でございますが、お題に挑戦してリスナーの大喜利バトルになっています。 MVP にはガンタマオリジナルグッズや我々の特製バッジをプレゼント。初参加の方は初メール対象もありますので、どし送ってください。はい、今週もね、初メール来てるみたいですよ。はい、うん、プレゼントはワッキーさんお母様経営の仙台たちまちにある居酒屋わびすけのお食事券。はい、セミナビやってますよ。もうサンドイッチマンさんの CM でもおなじみの焼肉冷麺山中屋さんからお食事券。ホルモンが脂乗ってんだ、うん、松倉さんからママも喜ぶパパ好み。亡くなったんでね、うんうん、さっき電話しました。お直送で言っておきます、はい、発送に多少時間いただいてます。このようにプレゼントもありますので、住所氏名は必ずお願いします。さあ、今週はですね、10月6日7日開催の気仙沼のサンマフェスティバル、ね、もう何回目？7回目ですね。はい、実行委員のゆきさんをお迎えしまして、1時間お付き合いください。実行委員、はい、実行委員やってます。委員長って言いそうまだ長には、ね、まだ実行委員だそうです、まあ、実行委員長って言いそうになりました。ゆくゆくはね、ゆくゆくはね、はい、さあ、今週も頑張りましょうね。はい、本日の出題のお題はすでに締め切っております。参加したい方は後ほど新たに出されるお題に挑戦してみてください。リスナーのネタ総当たり戦です。重すぎれば取ったんだから MVP が選ばれるという流れでございます。さあ、一つ目のお題でございますが、その毛色を使った、まあ、4文字作文ですね。はい。まあ、よくね、ありますよ。毛、何々、うん、何々。はい。たまに、これ、ガンバペ魂でも年に2回ぐらいはありますよね。ありますね。僕好きなんで。はい。僕好きなんで。はい。これ、毛色を使って、はい。ご老人あるあるの作文を作ってください。どうですか、君って来てました？いっぱい来てる。ご老人あるあるこんなにあるのかこんなにあるあるあるのかマジでと、はい、なるほどね。ないないもあるかもしれない、ね、まあまあまあ、はい、行きましょう。はい、さあ、それでは参りましょう。はい、ツイッターからも来ていました、うん、後の東上の神関白太郎正義であるさん、初ツイッターになりますね。はい、はい、参りましょう。敬老の敬、敬老、敬老の意、家まで老、路地を曲がり、う、ん、ここはどこじゃったかのうまい、すごい、すごい、すごい、うまいっすよ。今笑いのボタン押せなかったですどこの人なんですかね。こんだけうまいネタですからね、今度ちょっとメールで送ってもらいますけど、住所わかんないんでね。ツイッターネームすごいっすよ。はい、でもすごい、そうですね、もう寝てるなんですけどさあ、続いてはメールでありがとうございますね。はい、はい、泉区秋風さん、敬老の敬、携帯を持って、いい、いつまでも老眼鏡を頭に乗せて、う、海辺を歩くまあ、これちょっとね、あのご老人あるあるじゃなくてもね、まあ40代後半に差し掛かると私もありますよね、名前言ったっけって話になりますからね。はい、行きましょう。富谷市五寸田くぎおさん、敬老の敬、ケーキにいいっぱいろうそく立てて、う、牛に乗る。どうやったことだよあるあるですよ。ねえだろある、よく見ますね。どこの光景ねえ大崎コードある。さあ、
ケールを使ってご老人あるあるの作文やってますよ。あ、北海道札幌市しけれんさん、うん、ね、もう元気にメッセージを送ってきていただいてますんでね、はい、はい、ありがとうございます。大変な中からいきましょう。敬老の敬、健康がいい、一番大事と言って老、廊下を歩いてう、うっかり転びそうになり家族に怒られる。でも愛されてる。いや、そうっすよね。おじいちゃん危ないよ、おばあちゃん大変だから、ね、うん、まあでもね、廊下を歩いてうっかり、もう本当に何ミリでも転びそうになるからね、うん、まあでもゆきさんはまだ若いからそういう経験は。あ、結構転ばないですけどぶつけますよね。ぶつけんの激しいよ、激しい、痛い、小指痛い。あ、出たね。急にあのね、足の小指の存在、もう存在感増しますもんね。あれやばいね、あれやばい、はい、さあ、敬老を使ってご老人あるあるの作文です。参りましょう。宮城の区関心タイガースさん、敬老の敬、結婚したのはいい、いつだったか、ろ、ろくに覚えていない、う、生まれた日を覚えているので正解。まあでもこれはあのですね、あの結婚記念日我々も忘れますからね。いや、もうそうですよ、本当にヒヤヒヤしちゃいますよ。ヒヤヒヤ多分、思いますよ。あ、もうね、なのにとかさ、なんかあるよねとか言われたら、なんか違うこと言っちゃうし、ドキッとちゃう。そうそう、そういうのやめてくださいね、皆さん。はい、さあ行きましょう。多賀城市エクスプロイナーさん、慶応の慶、検査入院してきていい、いろんなところを見てもらい、ろ、肋骨折れてますよ、う、嘘、嘘の、はい、嘘、いやいや、マジでっていうことで、うちのね、まあ、この番組じゃないけど違う番組でディレクターが肋骨折ってきて、はい、結構ね大変みたいよ、呼吸が。ああ、そうなんですね。逆に大丈夫これ、気づいてない、気づいてないの、ね、痛さも忘れるのかな。はい、さあ、ご老人あるあるですよ。はい、行きましょう。青葉区ミスターわらすこさん、敬老の敬、今朝食べたものさえいい、いつも忘れてしまうけど、ろ、60年前食べた、う、うまいおむすび忘れない。なんか素敵、いいっすね、素敵、ほっこりした。ほんとお米食べられない時期で誰かもらったんだろうね。分かってる、僕もね、大おにぎりが好きなんだ、ね、山下清志やった。いやね、覚えてんだね、何だったんだろうね、不思議だったんだろうね。多分そうでしょうね、そういうことをね、話し合うのもいいんじゃないですか、敬老の敬。はい、行きましょう。大崎市ポコポコ丸の肉球さん、敬老の敬、軽トラックをいい、いきなりふかしギアをロー、ローからサードに入れて農道を運転する。いいねこれ。これ途中から聞いちゃったらなんかこうサーキット出てるみたいな。いいね、いきなりふかしギアをローからサードに入れて、これ結構そう、花座とかで、はい、あの大喜利立ち読みやるんですけど、うん、こういう系めちゃめちゃウケるよこれ。あ、なるほど、これも花座的。なるほど、いいですね、花座的ですよ、花座的、花座的ですよ、花座賞ですね、花座賞。10月もありますんで、はい、漫才カーニバルよろしくお願いします、ね。はい、さあ続いてまいりましょう。敬老あるあるですね。はい、ご老人あるある、はい。さあ行きましょう。幕屋町上京ボーイさん、敬老の毛、ケーキ屋でいい、いつもの仲間とお茶会、ロビーで会計、うやむやにする。これでも、ご老人じゃない、ね、これね、ゆきさんもやるよね。いや、私はそんな、いや、僕もよくトイレ行きますよ、ね。そうですね。あれ、さっきトイレ行ったんじゃねえかみたいな、ざわざわしますよ。いくら消えて払っといて、せこいだろ。あれ、なんだよ、フリータレントも。ね、どう君は常習だもんな。常習って言わないでください。お金払うとき帰ってくるもん。犯罪みたいに言われる。チャンネルはどうなの、仲間同士で割り勘とかする。割り勘、もう嘘だ。いや、もうってもらいますよ、だって可愛いからね。いや、そうっすよ。もう本当にね、ミス色仕掛けかなんか。色仕掛けないですよ、ね、え、端数とか出します。いや、3円とか。なんかあの100円単位、ドンキホーテの1円玉に。そうね、使いますね、使って4円までだから食べちゃうんで、端数だけのこうパサって出します。1000円以上出してる。うまいな、うまいな、やり方、手口。うん、アイドル大変だな。大変ですね。さあ続いてまいりましょう。青葉区ロブスターハウスマンさん、敬老の敬、健康的にウォーキング、いい、いつも欠かさずしているが、路上で歩く薄着の女性を、う、嘘のように凝視する。
まあ、ちょっとその辺はね、コンプライアンスっていう言葉なかったから、若い頃はね、ええ、はい、もういいじゃないですか、多分おじいちゃんだと思いますけど、ね、もう本当犯罪起こさなければいいんじゃないですか、元気ですから、そう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 、長寿国って言われてるんだよ、ね、大丈夫だよね、はい、大丈夫です、ね、チャンリーもね、おじいさんそうされても、見るだけだったら。すげえ、すげえ、ありがとうございます、ロッキングフリーだ、はい、大崎市、キックンさん、競馬の競、競馬場にいつもいるけど、ロ、6番のう、馬しか買わない、いやいやいや、これたまたまだろ、逆に6番を目指して取りに行くのって難しいわな、いやいや、だんだん鈍ってるね、6番のって、これ、ドベの子じゃん。いや 6枠のってことだと思います。あ、そうなんだ、あ、順位じゃなくてね、馬券の6を必ず買うってことだと思います。あ、そういうことですか、はい、な6着のだったら、あ、そうか、ね、6着のってだった、あ、なるほどね、なんで敬老老人あるの、いやいや、それは俺に聞かれても、キックン、なんで呼びかけね、今本当に眠い目こすぎたな、びっくりするよ、この番組、はい、神奈川県川崎市、永遠の焼き山のマシーさん、一つ目、敬老の敬、警官にいい人だと思われなくても、ロッテンマイヤーさんならうまくいくでしょう。みんなロが難しいですね。みんなロが難しい。結構あれですね。そうね。ちょっと瞑想しますね。そうそうそう。知り取りとですね。何行かみたいな。行きましょう。二つ目、敬老の敬、ケーズ電気をいつも電光堂と言っている老人はうちの父親。まあまだでも電光堂って残ってるとこありますよね。そうですね。いやー、もうしょっちゅう CM させてもらったんだね。あー、なるほど。電光堂に戻んないかな。ここの声な。はい、岩沼市ソイソースさん、敬老のゲートボールに敬老のい行った帰り、ローソンで、うろうろ。ソイソースさん、ね、ゲーって、まあまあ、もう、いや、いいと思います。仕事とかでも、ありますね。急に来ると、びっくりしちゃいます。共同作業みたいになりました。さあ、行きましょう。山形市、ビーストキヨシさん、一つ目。敬老の敬、経験豊富で、いろんなことを知っているが、6本しか歯がないので、うまくしゃべれない。でも逆に言えば6本も喋って、ね、なんとなく喋ってんじゃないかって、はーって、どこなのかな、前歯6本かな、老人あるあるじゃないけど、たまにいらっしゃるよね、あ、面白いね。さあ、ビーズ教さん、2つ目ですか、はい、2つ目、敬老の敬、今朝一番の趣味である六郎を回して器を作ろうとしたが、動く六郎に体を持ってかれ、自分も一緒に回ってる。これあるあるか、これあるあるか、自分も殺人になった、埴輪みたいな、なるか、重いな、なんとなく絵映るよね。おおおおそんなに埴輪やったんですよ、勢いよく回ってここまで回ってて、ランチョでこうやって回ってはい、行きましょう。青森県むつ市、青コーナー赤松さん、敬老の敬、けげんそうな顔でいちごを睨み続けて、6時間が過ぎたあたりでようやくうまそうに食う。いや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 、なんでけげんそうに敬老の敬って振りだからさ、そこでけげんそうってつまらないですね、流れとしてはね、わかりやすい言葉で入ってくるんですけど、さすがゲララですね。さすがですね。機嫌そうな顔をしてたら、俺そこだけでちょっと機嫌そうな顔をしてたんだってね。そこで5分ぐらい作る。ああ、大変失礼しましたね。はい、続いてまいりましょう。山形県中山町サウサアさん。敬老の敬、獣道を一気に進む、ローギアのままで加速する、運転するは軽トラのテクニック。まあ、さっきのちょっと勢いあったね、サウサーさん、ね、名前変えるですよ、もう言いにくいですからね、青葉区とんかつ屋店主さん、敬老の敬、経験が豊富、いろいろな修羅場をくぐり抜け、老後は穏やかに過ごしてるけど、牛を素手で倒せる。何者なんだ、何者なんだ、何の経験豊富なんだ。
ごいな、いろいろな修羅場を取る。すげえ。すげえ。さあ行きましょう。青森市周年万事さん。敬老の敬、今朝固めをいい勢いに任せて6分くらいかけると動かなくなる。やめろ。やめなさい、その柔道のね、柔道抑え込み。これちょっと有識者とやんなきゃダメですよ。ね、同時あるあるですよ。やめなさい、ね、はい、続きましょう。福島県相馬市しまちゃんさん。敬老の敬、今朝はいい1時に目が覚めたので6時までうろうろしてます。夜中に入ったら昼間じゃないもんね。いや、この時間に入ったらダメですよ、ね。さあ、ラスト。秋田県男鹿市秋の光さん。敬老の敬、結構間違える、いい曲だったわ。ロミオメロンの海行き。ロミオメロン。まあ、海行きはジェロさんなんですけどね。レミオ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 さあ、やってみたいと思った方はですね、急に4台はお題出ません、はい。しかもですね、2台のお題ですが、ちょっと長めの締め切りになりますんで、じっくり考えてみてください。はい、9月29日放送予定、締め切りは23日日曜日夜中の深夜12時までです。1つ目、道の区よさこい祭り開催、こんな踊りってはやだ、どんな、はい。2つ目、具体的に誰のどんな踊り。そらうさぎのダンスですからね。何々何々何々のダンスでもいいですよね、はい。歌詞を変えて入れて歌ってください、はい。でもこれそそらそらそらだったんですね。聞いてみるとびっくりしました。はい、はい、お題はアメブロ公式ブログでもチェックできます。メールはgera@1260.jp gera@1260.jp にて、必ず住所、氏名、連絡先を明記ください。ツイッターからも参加してみてください。ハッシュタグはがんばっぺ魂またはがんたまで。9月、もう秋の季節に入りましたが、残暑、まだ夏の面影残っていますね。食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、ラジオの秋に、ライブの秋、秋は楽しみなことがたくさんですね。今年の秋は皆さんどんな秋にしたいですか？私はやっぱりサンマの秋。語呂が悪いから入るのすいませんでした。サンマにしないかな。ありがとうございます。アキアキアッキーどうもやってほしいでしょ。やってほしいってことやらないと。さすがっすね。ゴロがねえからちょっと若干音もされてる。いただきます。サンマ、サンマフェスね、はい。今日はもう10月6日7日に開催ということでね、はい、その実行委員のゆきさんでございます。はい、一つ目いかがだったでしょうかね、敬老の4文字作。あ、よかったですね。皆さん、あるあるかわかんないですけど。ね、あるあると認めちゃうとちょっといろんなところからね、知ったばっかりあると思うんですけど、はいね、よろしくお願いしますね。はい、お笑いの番組ですから、ね、そうですよ、とにかく笑って楽しんでいただくということを重視してますので、よろしくお付き合いください、はい。さあ、この時間はですね、一言ネタということでね、まあ、セブンチェンジはどっちかというと不思議系のアイドルちゃんはいない感じなんですか。一応いないつもりではあるんですけど、うん、でもずいぶんちゃんと付き合ってますけどね、かなりテレビでね、本当ですよ、もうね、結構真面目なキャラで、いや、天然と真面目は全然つながらないんで、まあ無理くりやらずにね、すんなりやってもらう、はい。先週なかなかね、花開いて勝ちましたね、はい、さあ、今週はどうなんでしょうか、はい。今月の一言ネタは、不思議系アイドルちゃんがしゃべりそうなことでございます。まずは、初メールありがとうございます。神奈川県横浜市のトラネキサムさんです。拙者、桃尻プリンプリン左衛門に改名したでござるよ。やばいっすね、どこの不思議系なんですか。また新たなやつですか。もう、ね、追い込まれてますね。そうですね、もうね、一発勝負に出てますね、多分ね。これマネージャーからダメだ見直して言われたからね。いろんなもんつっちゃったね、はい、はい。さあ、続いてまいりましょう。涌谷町状況ボーイさん。
はい、抹茶の国のうきみすまだっちゃ。あ、すね。ね、桃尻プリンプリン財布が。状況さん、常連さんですから、もう少しこうガッツしたものね、欲しいな。はい。青森県むつ市青雲の赤松さん。生まれも育ちもロシアのサンクトペテルブルク、姓はグンダレンコ、名はスミザノフ、人呼んで女プーチンでござる。まあまあ気になるね、トラネキサムさんと太刀打ちできそうです。気になる、こいつ。はい。宮城野区の5つの青い風船さんね、一つ目パピプペポヨヨン。二つ目、私のスマホの待ち受け画像はガラパゴス大井ガラです、ね、さあ続いてまいりましょうね、不思議系アイドルちゃんがしゃべりそうなこと。鳥取県米子市グレート大牟田さん、一つ目、え、パソコンソフトってどんなトッピング載ってるんですか。よく考えたの。パソコンソフトってどんなトッピングって、これネタ帳がないとこれ、うん、送ってこないよ。あ、確かに、ね、偉いな。二つ目、アプリってさアムノサアプリ黙ってんの。はい、グレート大牟田さん、二つ目、アプリってアミノサプリの略。いや、考えた、考えすぎた。山形県中江町さんさんあさん、一つ目、もう私怒ってるんです、出航する船みたいな気分なんです、怒り上がってきてるんです。いやいや、もう不思議系じゃなくてもうちょっと悪しい感じるな。さんさんあさん、二つ目、あ、すいません、回転ドアから出られなくなって遅れました。なんかちょっと女優に変えますね。もう行きますね。すいません、入ってないもん、入ってないことに。アドリブで入れてきます。いいのいいの、これはもうチャーミーのコーナー。全部変えるとダメだよ。サンサンアさん、3つ目、ドーナツの穴を覗いたら未来が見えたの。おー、いいね。そう、言いたい、いいね、言いたい。俺らが言っても全然、いや気持ち悪いだろ。俺たちの陸上でもいけない。なんで俺に言う。富谷市の五寸田邦夫さん、ふわふわのマシュマロのベッドで寝てみたい。あ、ね、かわいいよね。泉区の、あ、かわいい泉区の。やめないよ、やめないよ。あれに歌詞のせいか、音楽とかそれなるとさ、のぞくしたくなるんだよね。そんな病気あるか。不思議系アイドルちゃんがしゃべりそうなこと。泉区の秋風さん、ラーメンが大好きで、いつもカップラーメンです。なるほどね、はい、大里町うなぎ犬です。ワンさん、ユーホーさん、待って、頼もう頼もう。もうなんだかもう分かんないね。もうどこでやってるかも分かんないし、時代が分かんない、消えてこないです、ね、はい、さあ今週ラストですね、はい、秋田県おがし秋のひくげさん、一つ目、今日のファンデーションはずんだ色にしてみました。いるんじゃない、もういないか。なあ、ちょっとあの思いつくアイドル手段いるぞ。行きましょう、秋の光さん、二つ目、やだ、お腹出ちゃった、みんな息止めて。いやいや、お腹出ちゃったでも認めないから。認めたセブンチェンジも、みんなみんなお腹出ちゃった、息止めてって言うの。言わないです。言わないよね。言わないですよ。もうどこの不思議だ。新しいなって、新しいね。秋の光さん、三つ目、ラジオ番組に出るのでみんな耳の穴をよく掃除しといてね。四つ目、それではお聞きください、私のじいちゃんでいびき。いや、どうなってるの。もう大丈夫か、秋の光さん。ちょっとすごい、はい、ね、趣味系アイドルちゃんがしゃべりそうなこと。今日はなんかちょっと地球以外に地球以外に感じになってきてね。下手したらコリン星でしゃべってることが随分起きてましたね。ちょっと次回どうなんでしょうかね。はい、楽しみでございますが、はい、さあそれではですね、一曲行く前にですね、今週はやっと告知ができますよ。サンマの季節、旬のサンマをたらふく味わえる、そんなフェスティバル気仙沼からということでね、その流れでいいんですよね、はい、10月の6日土曜日と7日日曜日に開催されますということで、ゆきさん、はいはい、たんまりとその辺の話を、まあ、とにかくサンマはいただけるんですよね。はい、もちろんです。はい、ね、はい、まあ、昨年もねお越しいただきましたけど、昨年はどうだったんですか。昨年はサンマで言います と、2日間で4000匹を焼き上げまして、もう大盛況でお昼過ぎにはなくなってしまう事件ですね。俺本当の分かる部分が大好きでね。いや、うまいんだ本当に。薬味としてはあの綺麗に食べてくださるのがすごく嬉しいです、ね。まあ海が見えるしね。そうですね、お魚も大切に食べようと思うからね、お子さんの教育にもなるし、あ、確かにそうですね、箸使えるんだって。やっぱ脳もね発達するから、
ですよ、うん、全然チャンリもね、2、3匹いった方がいいんだよ2、3匹出したら歌のパフォーマンスの時にサンマ食べるって結構難しいからね、あれ骨と首そうですね、あとバーッと取り方もあるんだよ、いるよね、常連さんだとあの割り箸配ってるんですけれども、はいはい、それだと食べづらいから前箸持ってきて、なるほど、おそれ OK やね、で別に早食いしたわけじゃない塗り箸の方がうまく食べられますって人もいますからね、まあ、でそのサンマをいただくだけじゃなくて、はい、まあ、いろんな屋台なんかもあると思うんですが、はい、ステージもあるね、そうなんです、はい、音楽ステージもありますので、うん、並んでいる間も、ライブステージ見ることができます、はい、ではステージでどんなアーティストさんが出演するかご紹介させていただきます、うんうん、まず10月の6日1日目ジュニア、うん、デリオッツ、ストンピンバード、高田ジョーンズ、こちらはフランスから来ていただきます。フランス、フランスから、フランスからね。ボンジュール、シェー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 、ボンジュール、ボンジュールシェー。はい。そして、はい。7日は、モノアイズ、シークレットセブンライン、デベスト、パンの皆さん。はい。はい、で、ま、聞いたことあるね、メンバー見ると思いますか。まだまだ。まだまだ、はい。はい。アンドモアなのでホームページを要チェックしていただいて。お願いします。はい、よろしくお願いしますね。はいはい、ね、分かると思いますよ、勝手からね、うん。こうやってからね、ラジオで。で、その中から今日はアーティストの曲を2曲持ってきたということで、じゃあまずは。はい、ではまず1曲目に、はい、モノアイズでゲットアップという曲を。はい、どんなバンドなんですか、はい、モノアイズ。モノアイズはですね、サーマフェスティバル今年で7回目を迎えるんですけれども、はい、ボーカルを務めます細見たけしさんですが、うん、第1回目から。あら来てくださっておりまして、はい、エルレガーデンの、はい、そうなんです、エルレガーデンの、エルレガーデンだもんね、すごいよね、今年そうですね、復活して、もうノリに乗っているわけですが、無料で見られちゃうんでしょ、そうなんですよ、サンマフェスティバルは無料で開催しておりまして、ね、はい、街のお祭りとしていろんな方に気仙沼はじめ三陸に訪れてほしいという気持ちで開催しております、はい、細見さんですが毎年高校生とセッションをしてくださっておりまして、うん、今年も見られるのではないかと、うん、当日楽しみに来ていただければ嬉しいです、はい、はい、それではお聴きください、モノアイズでゲットアップ、モノアイズでゲットアップをお送りしました。ゆきさん、なんかプラスアルファでお伝えしたい情報があるという、はい、そうなんです、はい、東京発、そして仙台発のバスツアーも、企画しておりますの です、ホームページ見てくださると、はい、はい、分かりますので、ね、イベントも私伝えきれてないような楽しいこと盛りだくさんなのでぜひホームページそれ伝えようぜ遊びに来てくれれば、気仙沼さんまって入れるとね、行きつくらしいんでね、はい、はい、ね、ぜひよろしくお願いいたします、はい、そして僕情報ですが、アマゾンや楽天にてワッキー買いまで検索しますとガチャガチャ本が今でも買えます。はい、秋葉総研ホームページや山形月刊タウン誌テロニッサにてガチャガチャのコラム掲載中でございます。また毎週水曜日22時からと土曜日19時からワッキー買いは公式 YouTube にて懐かしのガチャガチャや新しいガチャガチャ、もうとにかくガチャガチャ、動画を配信しておりますのでね、チャンリともやってますからね、はい、はよろしくお願いします。僕のイベントは9月22日、土曜日ですが、10時から夢メスにて建材フェアの司会やりますんでね、なんかいろんなイベント盛りだくさんですからね、うん、なんか以前にはね、アイラグレタバさんとか野菜大好きさんとかね、来ていらっしゃ、はい、来ていただきましたけど、はい、9月の22日土曜日にやりますんでよろしくお願いします。そして24日の祝日ですがね、楽天生命パークにてプレーボール1時間半前からステージの MC というね、これ君1分やってますからね、これは23日にいます。ああそうですか、はい、じゃあもうね泊まりがけで来てもらえますどこ泊まるか泊まってダメですからね、はい、でいきなりライブは10月5日でございますが、はい、ね、10月5日金曜日で場所は仙台セントラルホールで、うん、夜の7時から前売り料金700円となっておりまして、はい、ゲストは案の定未定というか、なるほど、はい、ね、ベガッタ君みたいにキリーってそうですね、まあ、いろいろ交渉とかあるワッキーガチャマは頑張って出るそうです。あ、はい、久しぶりですか、ね、久しぶりですね、緊張してると思いますそしてあともう一つあるんですけど、うん、ティーライズ制作のお笑いライブがありまして、はい、10月8日の月曜日に、うん、仙台で活動する若手お笑い芸人たちのライブということで、うん、フューチャーライブという出た未来のライブがありまして、本当に仙台の、うん、もう10代から20代そこそこの若手芸人たちが一堂に会して、うん、豪華無名の皆さんがあの水沢や、うん、出た高橋文也、お、内地キボンバーズだよ、内地キボンバー、あの内地キボンバーズも出ますし、プランクトンは一人出るんだね、
私見事ちゃんがね、ピンですから、ね、プランクトンのみ見に行ってます、で場所があの福祉プラザ、福祉プラザで晩鐘、はい、はい、6時からで、なんちゃう、6時半ですね、6時半から前に500円だそうなんで、ぜひ、これ福祉プラザですから結構入れないとね、そうです ね、で、同じところで10月の12日、グレープカンパニーの若手のライブになりました、はい、僕が司会なんですけども、これもニードルストロングスタイルね、出ますね、はい、あとはもうホンダスイミングスクール、斉藤悟とティモンディね、はい、もうすごいことになりますよ、はい、ね、はい、ぜひこちら10月12日同じく福祉プラザ、はい、で、こちらは19時スタートでございます。高校生以下無料だって、はい、うん、じゃあ高校生全員、聞いた高校生みんな来い、ね、そうですね、ゆきさんもぜひお越しください。高校生でいいですか？高校生じゃないです。はい、いや、牧師さんじゃないんで分かるんですけど。さあ、それではですね、次回放送予定のお題参りましょう。9月29日放送予定、締め切りは23日日曜日深夜12時までです。1つ目、道の区よさこい祭り開催、こんな踊り手はやだ、どんなん。2つ目、具体的に誰のどんな踊り、歌詞を変えて歌ってください。そして今月の一言ネタは、不思議系アイドルちゃんが喋りそうなこと。アメブロ公式ブログでもチェックできます。少し早めの毎週火曜日夜にはアップします。メールはgera@1260.jp にて、必ず住所、氏名、連絡先を明記ください。またツイッターからもリプお願いします。ハッシュタグはガンバッペ魂、またはガンタマで。今週は10月6日7日と気仙沼サンマフェスティバル、気仙沼でサンマの美味しいイベント開催しますよということで、ね、実行委員のゆきさんに登場していただいて、ラストのお題でございますが、ラストはね、歌ネタということで、ね、まずは聞いてもらいましょう。こちらでございます。子供の頃よくやったんじゃないですか。ねえ、ね、こちらを変えて歌おうということでね、はい、まあ皆さん懐かしいんだか、すごかった。なるほど、量がちょっとバンバンいっちゃいますよ、はい、まずね、逮捕ネタが多かったです。なるほど。はい、まあまあ作っちゃうね、はい、はい、それでは参りましょう。白石市花友さん。右手がパーで左手がグーで、桜餅、桜餅、いいですね、はい、行きましょう。大崎市古川きっくんさん。右手を上げて左手も上げて、背伸び背伸び。大崎市鹿島台倫理社会さん。右手と左手でフレーミングの法則作り、ゲッツもうこれフレーミングとゲッツがすごい多かったんですけど、2つ合わせたのが倫理社会さんだけだったんです。村田町涼智子さん。右手がグーで左手がパーで、一人ジャブボクシング。神奈川県川崎市 AM ヤギヤマ魂さん。1つ目、右手がパーで左手がパーで、マリックさん、マリックさん。皆さんぜひラジオの前でやってください、ね、はい、2つ目、中指一本、中指一本、意味がない。意味がない、いやいや意味あるんでしょ。3つ目、指が2本、指が2本、何それ、何それ、やめろ。何人か言いましたけどね、何が良かった。2つセレクトしました、はい。秋田県男鹿市秋野日陰さん。1つ目、右手が1で左手も1で、恋ダンス、恋ダンス。なるほど、名前ですね、はい。2つ目、手がパーで左手はペーで、あ、右手がパーで左手はペーで、はやしや、はやしや、立ち位置。3つ目、右手がゲッツで左手がゲッツで、目つぶし、目つぶし。4つ目、右手が1で左手がグーで、ニューニュー、なるほど、ニューニュー、あれですね、TBC のキャラクターですね、はい。5つ目、右手はチョキで左手もチョキで、生中継ではしゃぐ子供。ね、ピースしてますね、イエーイ、ね、はい。6つ目、右手はパーで左手は下ろして、僕がやりました、僕がやりました。もっと嫌そうじゃないの。こんなバンバン出てきますよ、皆さんちゃんとね、はい、もうお布団の中でやっても OK です、はい、行きましょう。七ヶ浜町カンナギ純霊さん。右手がグーで左手もグーで、だるま、だるま、真面目な。ちょっ
とホッとするね。ちょっとホッとしてください。青森県むつ市青コーナー赤松さん一つ目。右手が育ての親、左手が生みの親、複雑。複雑やあったんですよ。対面しちゃったんですね。二つ目。右手がうにゃうにゃ、左手もうにゃうにゃ、モザイク。モザイク。宮城マークもずくさん一つ目。右手はパーで左手は使わない野々村議員。野々村議員覚えたしか懐かしい。高級議員、高級議員懐かしいですね。二つ目。右手はパーで左手もパーでガー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 チョーでいいじゃないですか。ガーガーチョーちゃんでいいでしょ。全部パーで攻めてみました。ネタがパーにならないことをお祈りします。よろしくお願いします。もずくさんから、このコメントも込みでお願いします。さあ続いてまいりましょう。石巻市ふとっちょパパさん一つ目。右手に腕時計、左手に腕時計で本田圭佑。本田圭佑やってましたね。やってました、やってました。もうなんか手休みじゃないですね。はい、2つ目。右手は高く、右手は高く、左手は脇で面ズリゼ。面ズリゼ。CM リゼリゼ。広島市おはぎさん1つ目。股間を股間見てますよ。ちょっと夜中だからってそっち行きたいの分かりますよ。じゃあもう一回お願いします。広島市おはぎさん一つ目。眉間を押さえ膝をついてビスマルク。入ってこないよ。ビスマルク入ってこない。股間を押さえ膝をついて股間押さえんだよ。急所をぶつけたの。右手に勇気、左手に指輪、プロポーズ。プロポーズ。上手。ちょっと歌聞きましょうか。両手で何かを作ってみよう、歌詞を変えて歌ってください。両手で何かを作ってみようなんですよ。そうなんですよ。股間おかしいですもん。行きましょう。泉区の秋上さん、一つ目。右手がグーで左手がウィーで猪木対スタンハンセン。あうまいこれ。うまいね。二つ目。右手が1で左手が3で答え何答え何なんですか答え。答え何？ 4？ あ4ですかね。はい、あいいですね。多賀城市エクスプロイダーさん一つ目。両手で丸くしてつや出したら泥団子。泥団子なるか。手がピッカピカの。二つ目。左手の小指と右手の小指を絡ませたらなんかエロい。なんかエロい。チョンリー全然笑うじゃない。なんかエロい。なんかエロい。なんかエロい。あ、なんかエロいですね。はい、札幌市しけてんさん。手がパーで、左手もパーで、ビームか何か出る。ビームか何か出る。なんか出るんですよね。ビームか何か出る。終電万事さん一つ目。右手がパーで左手がパーで岩を投げて攻撃する純粋なパワータイプの人。パワータイプの人。二つ目。右手がグーで左手もグーで太めの針金をペンチで切るときペンチで切るとき。はみ出てんだよさっきから。三つ目。右手がパーで左手がチョキで52歳磯川本部長。この方も本部長ですね。52磯川本部長です。岩沼市ソイソースさん。右手を両手をグーで前に突き出し原監督。これ神奈月さん言われてますね。そうですね。富吉五寸田国夫さん。右手が中指、左手は親指下で挑発。何作ってんの。山形県中山町サウスアイランドさん、サウスアイランドさん一つ目。右手が中指で、左手が親指で DVD の取り出し。わざわざ作んないよ。もう取るんだ DVD をね。二つ目。
右手が手のひらで、左手も手のひらで、二枚の笹かも。ちょっとなんかこう最近いただけない楽天頑張れさん的な匂いがあったので分かりましたけど、はい、3つ目、右手がパーで左手がチョキで7割引き4つ目、右手の指と左、あ、じゃあ右手がキツネで左手がグーでボーリングボーリング、うまいね、うまいね、はい、田上司野菜大好きさん1つ目、右手の指と左手の指でアルファベット D、 アルファベット D とあの重ねてやるんですけどやり方変えじゃないよ。多分こういうことですかね、多分ね、こういうこと、あー、すげー考えたの、これこういうことか、止まったから2分ぐらいとかで、ね、ラジオで効果って2つ目、はい、右手の指と左手の指でひらがなのイニエンシン、これはできるかな、これはできますね子供怒るべなさあ行きましょう、広島市アホトキシンさん1つ目、アホトキシンさん、右手はポケット、左手はカバン中、キープどこ行った。2つ目、右手にバット、左手にグローブ、いそうの野球しよう。3つ目、右手にビール瓶、左手にリモコン、元力士、元力士、横すな、横すな、いいよ、お前が掘り出すんだよ、さっと行け、さっと。大里町うなぎぬですまんさん、右手がキツネ、左手もキツネ、武藤刑事、武藤刑事、イエーイ。幕屋町上京ボーイさん、右手でチョキを、左手もチョキを、知らないアベックの写真に写り込めないやつ。宮城野区5つの青い風船さん1つ目、両手で昔のチョッキ、その手を合わせて感情だ感情だ。ごめんね、本当に本当謝るわ、この番組こういうことが多いな本当に、はい、2つ目、右手がパーで、左手もパーで、両手広げ、オーマイガー。ちょっと前のネタをね、引きずってますね。宮城区関心大学さん、1つ目、右手はチョキで、左手で包んで、寿司一丁、寿司一丁。2つ目、人さじ指立てて、ほっぺたに当てて、棒の、棒の。探そう、はい、青枠ミスターワラスコさん、親指上げて、看板持って、ヒッチハイク名古屋までだって4時も応戦で石巻まで遠かったですね、ヒッチハイクね、はい、ということでね、いかがだったでしょう、右手がチョキで、左手がグーで、カタツムリカタツムリ、両手で何かを作ってみようっていうことでね、はい、たくさんあったんで、両手で本当に一生懸命いろんなものを作ってくれた人いました、純粋に、はい、純粋に、はい、お笑い番組関係なくね、本当に本当にあの手合わせブータ新しいの作ろうっていう、はい、皆さん、ね、ご尽力いただいた方もありましたが、ほとんどボツになっちゃいました、結局もうね、武藤刑事とかね、課長だみたいな、そんな形になっちゃったことも申し訳ないな、改めて申し訳ございますね、はい、さあそれではですね、10月の6日7日気仙沼サンマフェスティバルにね出場するアーティストからもう一曲いきましょうね、はい、はい、もう一曲目がジュニアでジャンクヒーローズストーリーになりますが、はい、はい、このジュニアさんなんですけれども、毎年、気仙沼サンマフェスティバル、まあ、気仙沼についてすごく思い強く、毎年参加したいということでも、こちらのアーティストもね、もう1年前から予定を空けてくださる、嬉しいですね、すごく気持ちの熱い皆さんで、はい、はい、で、毎年出てるからこそ、あの地元の、うん、まあ、無料なので、あの老若男女問わず来てくださってるんですけれども、うん、おじいちゃんおばあちゃんのファンも毎年できておりますので、なるほど、こちらもね、はい、そうなんです、なので皆さんもぜひ遊びに来てください、はい、では2曲目リクエストで、ジュニアでジャンクヒーローズストーリー、どうぞ。この時間に骨太ロックはいいですね、10月6日出演だそうでございます、気仙沼サンマフェスティバルね、合わせてよろしくお願いいたします。さあそれでは次回放送予定のお題いきましょう。9月29日放送予定、締め切りは23日日曜日、日付変わった深夜12時までです。1つ目、道の奥よさこい、ま、な、もちろん
1つ目、道の区よさこい祭り開催、こんな踊り手はやだ、どんな。2つ目、具体的に誰のどんな踊り、歌詞を変えて歌ってください。今月の一言ネタは不思議系アイドルちゃんが喋りそうなこと。お題はアメーバ番組公式ブログでもチェックできます。住所、氏名、連絡先を書いて、投稿はメール、ゲラ、アットマーク、1260.jp、GERA、アットマーク、1260.jp、また、ツイッターでも参加 OK です。さあ、まずは今週の初メール大賞ですが、一つ目のお題ね、敬老でですね、敬老を使って、ご老人、あらぬ作文ということで、敬老系、敬老、い、家まで、ろ、路地を曲がり、う、うん、ここはどこじゃったかのをいただきました。ツイッターでいただきました、後の東大江の神、関白太郎正義である。さん、おめでとうございます。ただちょっとツイッターでいただいたんでね、住所氏名、連絡先がないので、はい、プレゼントは送れませんので、ゲラアットマーク 1260.jp にリアクションしていただきましたら考えます。はい、さあ、それでは、MVP です。MVP はですね、同じく敬老を使ってご老人あるあるの作文、敬老の敬、軽トラックを、い、いきなり吹かしギアを、ろ、ローからサードに入れて、能動を、う、運転するをいただきました。大崎市、ポコポコ丸の日記をさん、おめでとうございます。ね、なかなかインパクトありましたね。はい、はい、プレゼント送りますんで、よろしくお願いいたします。はい。はい、もろもろ、ゲラアットマーク、1260.jp でお待ちしています。お題は公式ブログでもチェックできます。少し早めの火曜日夜にはアップします。また、毎週火曜日18時から無料アプリのフレッシュライブにて生放送も、来週はお休みです。うん、再来週ですね、うん。はい、本放送は無料アプリラジコにてもチェックできます。オンエア後、YouTube でも公開をします。こちらもぜひ見てください。はい。まあ、お題は締め切りね、9月29日でやってますけども、来週も番組ありますので、はい、ぜひ聞いてください。はい、あら、もうお別れの時間でございますね。サンマフェスティバル頑張ってくださいね。はい、待ってます。10月6日7日、気仙沼で開催しますので、ぜひ皆さんお越しください。お相手は私、塾長のワキワキワッキー、ワッキー貝山と、佐藤君高と、リナと、サンマフェスティバル、ゆきでした。で、また聞いてくださいね。ずんだずんだ。では気仙沼さんまフェスティバルね、成功祈ります。ありがとうございます。みんなで食べてきてくださいね。はい、待ってます。来てきさーい。だんだ噛むね。噛む、臭い、臭い、そう、噛むね。どとに噛むね。どとに噛むね。あらら、おろろろろ、すいません。ここまで噛むんだろ、この人。はい、ありがとうございます。まず YouTube 映ってますからね。はい、ね、まずお天気ですわな。ね、去年一日めちゃくちゃ雨降って、すんごい寒くて、あったかい汁物屋さんとか、ほんとそれこそつみれ汁とかなあ、つみれ汁とかね、まあ秋はまだちょっと変えられるからね、寒くなってもね、うん、夏は大変だよね。この間も楽天もさ、あの、司会やった後見に行ったんだけど、すごい寒くて、あそこビールとかさ、ハイボールじゃなくてさ、ホットワインとかな、ホット梅酒に変わるんだよね。そういう臨機応変だけど、やっぱね、ちょっとこう、澄み通るこうね、空が少しこう高くなったような秋の空の下でね、サンマの煙もくもくとしながらサンマをいただくって最高だよね。それ食べながらビールいただく。ああ、もういいね。はい、俺もハイボーラーだから。ハイボーラー。あります、あります。プロボーラーね。ビールも美味しいですね。はい。次の日も美味しい季節になりましたので、ぜひぜひ。はい。じゃあ、締めましょうかね。はい。はい、我々は関係ありませんけど、この後もう一本撮るんです。はい。この調子で。はい。皆さんありがとうございました。うん、よきよし、あー、また書いてた。最後もうグリップに噛んだよ。次の収録もやばそうやばそうやからね。頑張ります。大丈夫です。大丈夫です。一応ちょっと、あー。下手したら噛みながらお別れの感じですよ。強引に締めますけど。下噛みちぎって言われる。血だらけになった。はい。皆さんよろしければ、グッドボタンよろしくお願いします。はい、これ YouTube の話ね。はい、YouTube、グッドボタン、そして。噛んだことにグッドが。すいません。グッドボタン、そして。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではじゃあ一緒に皆さんも一緒にじゃあ、はい、はい、リスナーの皆さんも一緒にうちに手を当てていつものやつお願いします。それでは一緒にチャンリーキス、バイバーイ。ありがとうございます。日本撮るから普通に一回切ります。